おはようございます。またお世話になります。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。いよいよ本番となりました。いろいろとご準備大変でしたけど。いやいや、まあ、できることしかありません。どのくらい全国から、ね、集まってくれるかなと思ったら、2000人以上が県外から来れるということになって、非常に良かったなと思いますし、でそれがやっぱり発信するパワーになりますからね。各地域で、この秋田がどうだったということになるので、それがすごく楽しみだと思いますし、インバウンドでも秋田はすごく魅力があると思いますよ。だからいかにこうやってやっぱり情報発信してできてもらうか、それで確か秋田港も大改造して大型客船が入れるようになりましたよね。だからいい港だと思うので、そういった意味でクルーズ需要、まあ、これから増えてくると思うので、その辺をうまく誘致されるとか、